おはようございます。シャチどうした？ちょっとお腹が痛くて。ダメだよ拾い食いしちゃ。違いますよ、昨日川で魚を取って食べただけです。それ同じことじゃ。川魚を生で食べたのか？はい。お前それ寄生虫じゃないか？え、抵抗ペンギン。寄生虫に寄生されるとどうなるのか？僕の体の中に虫がいるってことですか？川魚である淡水魚には寄生虫がいる可能性が高い。誤って口に入れてしまうと腹痛や下痢のような症状が出る場合があるぞ。昨日からトイレがお友達です。うわ、シャチってどうやってするの？うるせえ。あと最近有名なのはアニサキスだな。それ聞いたことある。珍しいな、パンダが知ってるなんて。主に海水魚に寄生する生物で、この手の食中毒の原因寄生虫と言われている。クッさんの動画によく出てくるからね。今日はシャチをさばいていく。は？でん、黒色のやつ。ああ、二人ともひどいですよ。悪い悪い、冗談だ。肉にも寄生虫。おはよう。女子、どうしたんですか？昨日から腹が痛くてな。え？昨日は実家に帰省して海外から取り寄せた豚肉を食ったんだが。まさか。やっぱり生だった？いや、明らかに生だった！帰省をあげるな。昨日からトイレがお友達だよ。トイレの友達多くない？寄生虫には人間の体内で卵を産むやつもいるらしいな。俺の腹の中で？さらに脳に寄生することもあるぞ。そうするとどうなるんだ？体の痙攣、意識の喪失、失明、最悪の場合死亡するケースもある。体の震えが止まらない。おい、ギャー。たまにはこういうのも悪くないな。有名な寄生虫。脳に寄生するってやばいね。まあな、だが意外と自然界に寄生虫は多いんだ。例えば有名なのはハリガネムシだな。ああ、カマキリとかカマドウマに入ってるあれね。うねうねしてキモくてさ、子供の時トラウマだったな。そうだな、ハリガネムシは脳に寄生して。な、何？気持ち悪いんだけど。宿主を操って水に飛び込ませるんだ。また体が言うことを聞かない。やめて。その後、尻から脱出する。え？尻から脱出する。ハリガネムシは水辺で交尾、産卵をするからな。そこへたどり着くために寄生するんだ。いや、宿主はみんなこうなるな。ああ、その、水に濡れて災難だったな。そこじゃないから、僕のプリティなお尻が。予防と対処法。もう寄生虫になんか絶対関わりたくないよ。予防が必要だな。新鮮なものを口にしろ。あと加熱しろ。生で食うな。以上。反省します。これ病院に行った方がいいんでしょうか？種類によっては自然治癒するものもあるから、それを待つか、どうしようもなければ病院に行け。わかりました。じゃあ僕ほんと調子悪いんで病院行ってきます。ああ。俺もだ、ペンギン。パンダ、後の仕事は任せたぞ。はあ、よしパンダやるぞ。パンダ、僕の左が。は？僕の左が大変だから、頭パカってなっちゃうから。おい、絶対嘘だろ。なんだ左って。あ、痛たたたたた。僕も病院行ってくるね。あとよろしく。ちょ、パンダ。結局俺一人か。寄生虫どもめ。パンダの先輩がスタントマンをやっているらしい。次回はその現場にお邪魔するぞ。次回スタントマンになったらどうなるのか。今から先輩に会うの楽しみだな。また何か企んでるだろう。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。